シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よくなけば妄想リーズまとめていくってやつで。フェアリーテールコラボっつうことはよ、俺もスレイヤーになってやるぜ。ドリースレイヤー、サタンドラグニル。さあちょっとよ、待ってくれ。あの神になったのあれ JK のやつ、マジでただ神が JK になっただけ。マジなのそれは。なんか神に関係するモンスターとかが重心化するとかでなくて、何も関係なく普通にあの神はただ JK になっただけ。いやでもよ、それを上回るぐらい今回のモンストニュース中身濃くてよ、いや半端ない。内容もすごかった。もうどうでもよくなる神が。いやいや、一番神かわいそう。こうって言っただけ JK になって。まあそれちょっと確認していこうじゃないか、今回のモンストニュース。そんじゃあ行くぜ。さあお知らせはこんな感じ、結構あるぜ。確認していこうか。4月10日モンストの日、もう全体的にはいいんじゃない。経験値たんまりも嬉しいし、特玉も嬉しい。まあ、更新力は最近新モンスターが重心化で実装されたから、まあ、あんまり使わなくなって結構余ってんだな。まあ、レベルの人も嬉しいから、これは絶対交換していこうぜ。さあ次、デーバだった回。最近なんかデーバだったのことを話すの多くない。トールが重心化してデーバだった壊したから、まあ、これもありがたいな。まあ、今のうちトール使ってデーバだったを運極にして、まあ、こいつ備えとこうぜ。さあ次で、これ新超絶デーバだった回のこの副友情コンボ、乱気弾は絶対いらねえから、まあなしとして、これすごい、全体貫通だぜ。貫通ロックオン衝撃屋さん、貫通か、結構いいのもらってんじゃない。まあ俺は多分貫通にするな。そして4月10日このおそらく生放送生夜会でやると思うから来てくれよな。さあ次、くしみたま専用のお助けアイテム登場。くしみたまはなんか多分いらねえ気もするけど、まあ始めたての人は嬉しいか。これは HP2枚。さあ行こうぜ次。で、これがどうした？このパワー！これがやばい！オーブを使用するガチャで廃止される星5以上キャラの出現確率が 12% に。何があった？これ、もうカムイの重心化とかどうでもなく、どうでもよくなるような内容じゃないこれ。で、説明すると、普段の重心祭とか、ああいうのは 12% なのよ。普段から。12% でやってんだけど、まあ、いつもの新イベントとか、まあ、限定ガチャじゃないか。なんて言えんだろう、それ以外のガチャは 8.4% だから、それが、まあ、常に重心祭状態になってくれると。これは嬉しいんじゃない。もう爆死のモンストの時代が終わると。でこれが4月3日金曜日12時から始まるんだけど、始まるというかもうこれずっとなるんだけど、まあ、さらによ、さらにガチャが当たりやすくなるキャンペーンがもっと始まってんだよ。それも確認していくぜ。初回10連の星5以上確率 24%。 24%どういうことこれ。これが初回10連のみ 24% なの。これはあの4月3日から4月15日の間なんだけど、まあこれはほらサブアカとか持ってる人かなり有利だよな。まあ多分お目当てのガチャのモンスターは引けることができるだろう。いやマジで。でちゃんとストライクパートナーズっていう新イベントも入ってる。でさらにミルクボーイさんとコラボしてよ。なんかやってるよこれ。超春玉10連ガチャ無料、星5以上確率2倍。マジで超春玉ってのが、まあ、もらえるらしくて、それは10連ガチャが無料で引けて星5以上確率が2倍、要するにまあ 24% になってるの。マジかよこれ。しかもなんかそれ2倍になったら おでこが8センチか16センチになる。あんまり変わらねえだろと。あ、変わるか。どういうことこれ。まあ、いいんだけど、こんなんもやります。春のマシモン祭り、明日4月3日金曜日開催と新イベントにちゃんと合わせてくれる。大丈夫なのそんなことして。ログインで超春玉プレゼントで、これがよ、全くそのなんかほらミッションとかなく、ログインするだけで超春玉もらえんの。いやーこれは嬉しい。オーブ節約になるわ。期間中モンスにログインすると超春玉を1個プレゼント。超春玉は対象ガチャの10連を無料で1回行くことができますと。さらに星5以上キャラクターの出現確率は 24%。 これも変わらず、こんなんもう2倍の状態で、まあポイントとしてはゴールデンウィークらへんにおそらくまあすげえコラボ来ると思うから、まあ、それに備えてオーブを貯めたい人いっぱい多かったと思うから、まあ、あえてここで入れて、まあ、温存させるという、ってなってんだろうな。うわ、なおさらちょっと5月らへんのコラボ怖いぜ、これは。で、超判断まで引ける対象ガチャをチェック。で、俺はこれ、まあ一応動画出すから、ストライク
ックパートナーズを弾かせてもらおうぜ。まあ、ゼフォンとかのやつね。で、おかんが忘れたゲームは CM リツイートキャンペーン開催と、まあ、ミルクボーイさんとのコラボのキャンペーンもあるよと。これも参加しようぜ。で、これが新イベント。なぜか、ヘアリテルコラボを4月2日で終わった次の日に始まるという、なんか謎の開催期間なんだけど、まあ、これが4月3日金曜日12時から開催と、俺的にはゼフォンが欲しい。まあ、レビーもいいか。でも、ゼフォンがめちゃくちゃ怪しいのよ。もう使えるとこなさすぎて、もしかしたらハマるんじゃないかと。まあ、一応、心中ではハマってるとこあるんだけど、ちょっと今後怖いな、かなり。で、期間限定ストライクボードが登場。これもうやることめちゃくちゃある。いやちょっとよ、多分なんかカムイのやつとかも突然思いついたのかな。あれ突然思いついて、まあこの今世の中この状況を家で楽しんでもらうためにカムイなんか簡単にポーって作ったのかな。イラストもよく見たら結構なんか清書もしてない感じで、まだまだ下書きの段階っぽいのよあれ。だから、まあ、突然作った可能性あるな。ストライクボードもボーンって入れたらみたいな感じで、どうなんだ真相は。で、モンパスお試しキャンペーンがあると、いつもモンパスでできることが、まあ、キャンペーン中できると、これも半端ねえ。半端ねえ。全然お金かけなくても遊べるぜ、これ。楽しんで。まあまあ、もともとそうなんだけど。そして、覇者の塔も、助っ人みんなしで、お助けデッキ使えるし、まあ、スタミナが2分の1、スキップ使用時も2分の1と。いやー、初心者にどんだけ優しいの。もうフェアリーテールコラボで入ってきたり、まあ、鬼滅で入ってきたみんな初心者をここでさらに手厚く、まあ、迎えてると。ドラえもんコラボのほら、コインもすごかったけどな。そして各種キャンペーン開催と、これもう楽しみすぎるけど、心中がないね。心中ないこれ。心中ない。心中がね。心中はないと。で、まあ、ショコ2番あるよと。そして、重心か。雨の村雲をどうしたの？全く関係ない。こいつの JK パターンだったらまあいいんだけど、全くカムイ関係なく終わったと。で、これマジで見やすくなった。もう今までこの右下になぜか感謝&ゲージとかわけわからんもんがあって、この次のページに行くとそれが見えなくなるからめちゃくちゃ困ってたのよ。やっとわかってくれた、これ。このパワー！ここに性能画面全部出してと思ってたのよ。反射とかパワー型とか、もう前の画面にあったから、これはマジで嬉しい。これ何気に一番のほら、ポイントじゃない今回の。あ、そうでもない。ガチャか。アビリティがマインスイーパー M、ドラゴンキラー L、聖騎士キラー EL、配球の多くありがとう、サンキュー適正。これで聖騎士の処理がめちゃくちゃ楽になる。まあ、攻撃どれくらいあるかわかんないけど、この SS によって、まあ、ドリーにババッと殴ってどれだけ入るかによって攻略できるけど、おそらく来週の火曜日って、あ、まだ近畿やってる。最近よ、なんか、実装される重心化モンスターたちのクオリティ高すぎて、艦隊でキノコいけちゃうのよ。オベロンも入れるのが恥ずかしいくらいになってきてるから、これもちょっと攻撃力めちゃくちゃ強くなって、ドリー倒せたら嬉しいんだけど、まあ、トールのあのキノコ艦隊めちゃくちゃ難しかったから、まあ、これはランダで威力出せるから結構楽しみだな。そして友情コンボ、ツインバーティカルレーザー、イエット、超楽雷。で、今までいけた雨の村雲のステージが、まあ、かなりもっと楽になると、未来かなり系のドラゴンタイプの、まあ、ポケモンかよ。ドラゴン族の、まあ、クエストだったり、聖騎士のクエスト。まあ、ヤマタケルとか。そこがめちゃくちゃいける感じになってるぜ。さあ、次。選べるマグカップ受注開始と、これがよ、まあ、220種類のモンスターを選んでマグカップにできる。まあ、これ何気に嬉しいんじゃない？まあ、俺買おうかな、サタンとか。って言いつつ構わねえんだけど。契約完了。で、新デザイン、ガブリエルのビザカード登場。今までのデザインがあったのも知らないんだけど。で、今週のラッキーモンが、これ、ペンネオパンティ、あ、じゃペンネファンティ、そしてミケランジェロ、マキシモンターキー、シシマルと、小早川秀樹、そしてアリエス。あ、これは嬉しい。ペンネオパ、あ、ペンネファンティは、作ってて、アーリエスも2体作ってる。それ以外作ってね。まあいいや、今回久しぶりに2体できてる。いや、これ嬉しいな。さあ、オッケー、おめえらのコメント待ってるぜ。そんじゃ次の役で会おうぜ。あばよ。いいから、そこに並べ、俺が焼き寄せてやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。
みんなの力が炎に変わる。これが七炎竜の力だ！